皆さんこんにちはマップカメラ YouTube チャンネルいつもご覧いただきありがとうございます私どもカメラ専門店マップカメラは皆様のご愛顧のおかげで今年30周年を迎えることができましたその30周年を記念してですね特別対談を場を設けさせていただきました私もですねとっても楽しみにしていたこの対談になりますので皆様にも楽しんでいただければ幸いですそれではご覧くださいそれではお二人今日お越しいただいてありがとうございましたはい。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします アップカメラ YouTube チャンネル見ていらっしゃる方で初めてあの目にかかる方もいるかと思いますので、お二人の自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、佐藤様からお願い,いします。はい、ええー、私株式会社コシナ営業開発本部商品広告宣伝グループの佐藤和弘と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と私あの元々機構設計で、えー、まあ入社してまして、で主にあのレンジファインダー用のレンズ作ってましたが、ここ最近ではあの製品の 広告宣伝だったり企画だったりまあ商品のデザインなど担当させていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、えー、富士フイルムの上野隆と申します、えー、イメージングソリューション事業部新規商品戦略グループに現在は所属しております、えー、約3年前まで、えー、デジタルカメラ X シリーズ GFX シリーズの商品企画を担当していました今は新しい、えー、イメージングの世界を開拓すると いうのが主なテーマとして仕事をしております本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれではですねお二人に本日お集まりいただいたのには一つ理由がございまして今年ですねマップカメラ専門店マップカメラ30周年を迎えることができましたそれでですね今回柏様とですね特別にレンズを制作させていただきましたのでそちらをお二人に見ていただいてお話しいただこうという企画になっておりますそれではまずレンズを出しさせていただきます お様と30周年でこちらのレンズを作らさせていただきました。今回ですね30周年記念で製作させていただいたレンズがフォクトレンダーノクトン23ミ、mm、リ f1.2 アスペリカル sc x マウントマップカメラサティンセディションです。はいということでですねまずこちら x マウントでのノクトンですねご一緒に製作をさせていただきました。はい、はい、こちらですね。はい、x マウントバージョンだけなんですか？はい今回の30周年モデルは、はいその通りです。 大変光栄ですね。現状販売している商品はまあマルチコートをしてます。はい、で今回30周年モデルとして特別にシングルコート SC ですねを施したレンズとなります。今までに世の中に存在しないレンズとしてシングルコートを施した23ミ、mm、リ F1.2 として今回作成をさせていただきました。はい。それでですね今回のこちらのですねレンズのテーマになるんですけれど物へのこだわり。 ということでですねこちらのレンズも踏まえながらですねお二人にお話しいただければと思いますこだわりの部分でですねつながるお二人にですねこちらのお話をいただければなと思いますのでよろしくお願いいたしますまずはですね本レンズを製造いただきましたこちら佐藤様にお話を伺いたいと思います今回シングルコート化でしたりとかあとは企画段階でですねどのような話があったか裏話などもあれば一緒にお話いただければなと思いますあ,ありがとうございます こちらのモデルに関してはですね、やっぱり何と言ってもこの SC シングルコート、これがあの一番この製品のポイントじゃないかなというふうに思ってます。我々マルチコートでまあ通常製産品ありますけども、マップさんからシングルコートやりたいと言った時は、え、このレンズシングルにして大丈夫なんかなみたいなね、<laughs> ちょっとそういうあの全然想定外の,あのコメントをいただきましたんで、一瞬 ただまあ,あのそういったお声がけをいただいて技術的にできないわけではないので、まあ、最終的にあの良い製品とつながったことに関しては非常にあの嬉しいなというふうに思ってますい今回は、まあ、外観だとフードがまずオリジナル版と違うかなというところで、はいえー、フードに関してはあのオリジナル、まあ、現行生産モデルはストレートのね、えー、レンジファインダーの。 ファイナーに切られないようにということで極力小さなものを使ってますやはり購入されたお客様からはもうちょっとかっこいいフードを何とかしてほしいという声もいただいてましてまあそれを今回あの三十周年のモデルでまあ実現できたかなと、うん、こういったチリメン塗装だったり穴あきのスリットフードだった、はい、まあここら辺は所有欲を高める一つかなというふうに思ってます、はい、上野様からしてこのフードとかはいかがですかそうですね、はい、やっぱりこういうまあ過食っていうんですかね ができるのは羨ましいですよね。まあ、正直言うと性能に1ミリも貢献しないわけですよね。<笑><笑>だけどコストはものすごくやっぱり上がるもので、もうこれぞ本当の贅沢だなっていうのが、まこういうチリメント装だったり、アヤメローレットであったりだと思うんですね。まあ、我々の X シリーズなんかもシャッタースピードダイヤルの側面にえアヤメを切りたいと言ってストレートで切った方が楽なんだけど、わざわざやはりその今佐藤さんがおっしゃったようなその持った瞬間の指の感触がね。 あの分かる人にはそれだけでも分かるでそういうところでテンションが上がって撮影が楽しくなるっていうのも冒頭でその性能に1ミリもって言いましたけど完成的な性能としてはそれも一つの性能なのかなというふうにも思うのでそういうところに、えー、まあ力をかけられるっていうのは非常にまましいないいいななことだなって思いますね、はい、今回は塗装の面でもちょっと違うということでそうですねはい。実際あの比べていただくと、はい わかるかもしれないんですけども、そうですね。通常生産のモデルはアルマイトのえま化学処理というものを使っています。こちらの製品はマットブラックペイント塗装ですね。塗装を施しているという商品になります。実際見た時のその光の反射っていうんですかね。マットブラックの方が柔らかな反射をしているところ、まここら辺はちょっと落ち着いた印象が出るかなというふうに思っています。 また、このローレットの部分も仕上げが違うということでそうですね。あのローレットに関しては、えー、フォーカス絞りともに、はいえー、ダイヤモンドパターンのローレットを採用してます。はい、グリップ力も高いですし。し、はい、まあ、見た目ローレットがね。ちょっと変わるだけで全体的な印象が変わってくるかなと。うん、魅力のポイントあの一つかなと思ってます。今回のこちらのレンズは300本限定ということではいなっておりますので、こちらのですね。先頭の名板のこの部分が。 300分の何番というふうに割り振られるというところもポイントになっていますね、はい、それは番号はここはちょっとあの <laughs> 運次第というところで,あです、ね、<laughs> そうで結構このレンズをシングルコートにするというところでちょっと驚かれたというお話だったと思うんですけれどそれはどういったところがでうそすねコシナ、フォクトレンダーブランドの中でも、はい、シングルコートにしたレンズっていくつか。 そういった製品ってどちらかというとちょっと柔らかい、はい、あのこの 23mm を柔らかい描写をするものを結構シングルコートしていますので、はい、うちの感覚からするとこの 23mm のレンズでシングルコートってちょっと想定はしてなかったんですよ。はい、ですのであのお話しいただいた時にあそういう要望もあるのかというね逆に気づかされた。はいあ なるほどそういう楽しみもあの、ね、写真には必要だなというふうにあの改めて感じさせられた商品でありま富士、ね、フ,フィルムのこだわりのところにもお話を触れていきたいかなと思うんですが、はい、まず簡単にこう X マウントというところに対するこだわりですねお話しいただいてもよろしいでしょうか。そうですねあの、X、マウンントレンズは え非常にまず単焦点レンズの比率が高いっていうところがあの皆さんの認識にもあるのかなと思いましてやっぱりそのズームレンズの便利さとかそういうのは絶対的にありますしまあ昨今その光学性能だったりガラスの商材であったりコーティングであったりっていうことでーズームであってもねも,うもはやズームは画質が悪いからっていうのはもうだいぶ過去の話であって。 だけどまず一つの,あの X マウントシリーズのこだわりって、まあ、ずっとそのやっぱり単焦点を大事にするっていうことだったと思うんですよね。まあ、カメラさんの30周年記念モデルシナさんが 23mm、まあ、我々も 23mm は初代の1.4があって改良した1.4の2型があってそして F2 があってという形で単焦点だけとってもやはり3種類。 え作っていいるという感じで、まあ、まずはそういう参照点へのこだわりっていうのがありますね、まあ、その後で弊社の場合はどうしてもオートフォーカスをかけますのでマニュアルにはなくていい制約。 例えばフォーカスレンズフォーカス玉の重量があまり重いとやっぱりそこはオートフォーカススピードに響くとかモーターを積みますのでそうしたことによるそのスペースを確保した時の,その外見のデザインの美しさはどうなんだとか純正ならではの苦労する点っていうのはいっぱいあるんですけど、まあ、そういったのも含めて解決しながらやはり目指しているところはあの小島さんと一緒でやはり写真家さんがこうレンズを持ってあこれなんかこういい写りしそうだなとか。 まずはその感覚的にというかもの、はい、としてそういった魅力をアピールするというところは富士としてもこだわっているところかなというふうに思いますね、はい、外観でいい描写しそうだなというレンズは、うん、多分ご覧の皆様も多分感じたことがある感覚なんじゃないかなと思うんですけど見るからに映るだろこのレンズっていうガ <laughs> ラスのぞいてると吸い込まれてくなみたいなところとか <laughs>、ねはい、やっぱりそういった演出というか <laughs>、はい、あのすごく大事だと思うんですよね。 ただですね、写りのお話もいただいたんですけれど、うん、今回、特別に上野様には、こちらのレンズを使って、うんはい、皆様より先にですね、そうですね先に試写をいただいたということで、はい、大変ありがたいことにお越しいただいて、はい、時間を見つけてはあの撮らせていただいて、はい、ちょっと今回はあの、えー、意地悪したわけではないんですけど、わざとですね、<laughs> センサーを、まあ、弊社の4000万画素、はい、高画素の方のセンサーに絞ってですね、えー、それで、 このレンズを使うとまあどういう釣りをするのかまあ我々の X マウントのユーザーさんたちにどうアピールするのかっていうのをちょっとやってみたいなと。でこの写真でいうとまあシングルコートある意味こう言い方悪いですけど わざと性能を落としたわけですよねっていう気がするんですよね。うんうん、わざわざ元にマルチコートがあって、うん、いわゆるコーティングで反射を除去してシャープネスを高めるのをわざと落としたってことは、えー、それなりにそこによるプラスアルファ、はい、味とか、 写りの魅力っていうのを求めたんだなと思って、えー、撮って、まあ、完全逆光ではないですけどガラスに映った太陽が少し強烈に光が反射しているところでそれなりに光も入れながらやってみましたけど、はい、第一一のの感想とししてては全然破綻なないなっていっうがつですねこうやってあのシャドウハイライトを混ぜてやると、まあ、どっかにこうふわっとフレアが出てたりとか、はい、あのシャドウがちょっと浮きすぎてやっぱ閉まらないなって、うん。 っていうう感じにななるかなと思うんですけどあの、まあ、絶妙に潰れず飛ばずっていうところに、まあ、これ普通に本当にオートで撮っただけなんで十分何、えー、て言うんでしょうね汎用性というか、はいうん、いろんなマルチに使えるのかなっていうのがまず第一印象でしたね。 一番、はい、目から徹底的にいじめですよね。<laughs> まああの私と佐藤さんも,もう長年の付き合なんで、しょっちゅうこんな話はねしてるんで、ではいあの<で>ちょっといきなり4000マカスでドーンと一番目から行かせていただきました。やっぱり車道の出方ですよね。うん、画面右側のまあ中央上ぐらいに、久、うん、しの左側とかね。うんうん あそこも、ね、ディテール,ディテールなんでですすよねね、うん、そうですね、うん、これは破綻してないなと思ってこれ見ててまれながらじゃないですけど意地悪試験ながらもよくこれクリアしたなみたいなね、うんうん、そんな気持ちになりますね。当、はい、倍でも見ましたけどあの、うん、奥のビルの,あの窓というか柱も、うん、しっかりシャープネースで出てますんで、うんはい、十分使える感じだと思いますね。で一転して次からこれクローズアップ結構近寄れるんですよね。 18cm まで寄れるっていうのはあのまあなかなかの近接性能だなと思いまして、まあ、あの非常に、まあ、これねアジサイですから皆さん大体花の大きさを想像できると思うんですけど、まあ、そこまで近寄ってこんな風にも取れるというので、まあ、これも非常に魅力の一つだなと思ったところですかね。まあこの23ミリののの 23mm レレンンズズって全体り出しのレンズななで近距離になればなるほど急面周差が ちょっと倒れてくるのでうん、うん、こういった描写になりやすいんですよね,そうですねだからまあ画質のコントロールはユーザー側でやってくださいって話ですよねだから画質が大事なんで25センチで止めますそうすると最短でも画質がシャープっていう評価が乗るからだけどそれは余計なお世話であの表現者からすると <laughs> いやそこを画質譲ってもいいから自分たちは18センチまで行きたいんだとで画質大事だったら写真家が25で止めればいいわけでそれを メーカー側でねだからここで止めようそうしたくなっちゃうんですよどうしてもメディアさんとかが評価するからそうやって「近接性能いくつですか?」みたいになると「じゃあ近接遠くしとけば性能いいじゃん」みたいなそれはそれでね「寄れないレンズ」って言ってまた怒られちゃうんですけどそれ難しいんですけどでもなかなかそこのね落としどころっていうんですかそこってなかなかレンズ決めるきに難しいとこですよね。我々迷いながら作ったのが 18cm なんですけども。 はいえー、続いてはまポートレートを、えー、撮ってみました、まあ、23mm っていうと、まあ、状況を入れたポートレートかなとあんまりこう 23mm でドアップっていっちゃうと顔がちょっとね引っ張られたりもするので、まあ、少し引き気味のもので、まあ、それでもあの開放にして、えーまあ、背景どのぐらいボケるかなとやっぱりこの距離だとやっぱり 1m ちょっとぐらいは離れてたかな。 いう感じになるのでバックが大ボケするってことはさすがにまあなくなってはくるんですけどある意味柔らかいレンズそのシャープネスが高すぎないようになってまあシングルコートのおかげもあるのかもしれないですけどあって逆にこういう人物なんかには。 柔らかかく出るるのでででいいいいい感じじにになるんじゃないかなんんゃという,ふうに思いますすねねこれはスタジオで撮ってみたんです、ね、窓際に立ってもらって、まあ、サイド光でちょっとコントラストの強い感じ本当のフィルム時代のオールドレンズで撮るとここシャドウ結構浮いてきちゃうんですよね肌で露出合わせに行くとこういうせっかくこういうシックな黒い衣装がちょっと浮いちゃってそれはそれでどうなんだろうっていう写りになることがオールドレンズの場合は多いんですけどやはりこれオールドレンズ風ではあっても バリバリのデジタル時代設計になっているので,、はいそ,でね、そこの絶妙感っていうんですか、うん、そこはすごくこの写真を撮った時にあちゃんとなんて言うんだろうなちゃんとっていうと失礼かもしれないですけど <laughs> あの黒閉まって、うん、でハイライトあのレースのカーテンのところもあのトーンは残ってるので、うん、手前味噌ですけど X の再現力もあってですね <laughs>、はい、そのバランスでうまくいってるのかなというふうにあのこれ結構気に入ってるカットですね。 観山 mm、ですか真骨頂はやっぱりこういうストリートスナップ的なところかなというふうに思いますのでこう対角線のところから手すりをちょっと入れて世界を分けつつスナップの王道的な取り方でこれは動いているものなので逆に絞りをあの多分これ8ぐらいだったかな8か11かぐらいに合わせてで距離指標的にもそうするとセンターどこに置こうかなっていうもうこれいちいちピンと合わせてたら間に合いませんので。 ほほぼほぼ手前で全部セッティングしていいチャンスで撮ったっていうだからまあそうやって撮っていくとじゃあピントは本当はどこにあったのって今度当倍にしちゃうと、えー、実はこう何て言うのかないろいろ狙ったところではないっていうのも見えちゃったりはするんですけどそれは極端に拡大するからの話であって普通にこうやって写真を楽しむ分には十分その深度の中でやっていけるそういう何て言うんでしょうねまあフィルム時代らしい割り切りをしてこうやって楽しんで撮れる っていうのがすごく感じまましたねあ「ノクトン」っていうからには「夜撮らないとね」っていうん、<laughs> やはり名前からしてということで、まあ、これもあの開放で、まあ、これ渋谷ですけど首都高のちょっと脇のところからあ撮ってみたと。夜景天候源とかってねレンズの評価する上でも非常にわかりやすいじゃわ、ね、かりやすいじゃないですか。うん、でまあおそらく 開放はあるる程度割りり切っっててんだろうなな思いながら撮りましたけどやっぱり案の定そうでビルのロゴとかねその辺見るとちょっとこうパープルフリンジっぽいのももちろんあの消さずに残してますし気度差があるところに対するそのフレアの回り方とかっていうのはもちろん確認できるんですけど人間の目は常にそんなふうには見えないので逆に写真らしい。 見え方でででもももあるから、まあ、何でもから何んすっきりさせたかったらどうぞ純正をお使いくださいということでまあ純正は我々はやっぱりそこからねそこでにじんじゃったら仕事で使えないじゃないかとか、まあ、いろんなご評価もいただきますしもちろん純正だからといって味を絶対出せないってこともなくて我々で言えば XF の 50mm なんかは味を残した開放で1.0で味を残したりもしてますんでそういうまあいろいろあるんですけど 23mm って本来であれば。 35mm や 56mm に比べたらシャープネスを上げ気味に作るべきレンズですよねどっちかっていうとそうです、ね、35や50は深度がもともと浅いので、えーまあ、変な話画面の半分はボケてますねってなってくると、うん、フォーカスを合わせたところが若干緩くても全体として調和が取れると思うんですけど23はそれをやりにくいのでここでシングルコートって。 なかなかあのマップカメラさんも大胆なリクエストをされるんだなっていう、おそらくレンズ作ってる人からすると佐藤さんのようにえって一瞬なるんだろうなっていう気がするんですけどね。うん、ここからはですね、せっかくお二人ともあのお話をする機会を設けさせていただきましたので、ちょっと踏み込んだ質問をしていきたいかなと思います。普段ですね、やっぱメーカーということでいろんなレンズ、カメラなどを取り扱われて手にされる機会多いと思うんですけれど。 個人でですね、お持ちになられているカメラやレンズに対する個人的なこだわりなどはあったりしますでしょうか。あの実はですね、はい、私まあ、商品の企画やってるっていうところもあって、はい、ここ最近は意識して、はい、あのプライベートのカメラを持たないようにしてます。はい、あ、そうなんですか。あのやっぱり、はい、持ってしまうとそこに愛着をいて、はい、いろいろとあの考え方が偏ってしまうので、<ー>持たないようにはしてるんですけども。 あのだからちょっと持ってるのは基本的に古いです、はい、フィルムカメラ、はい、やっぱりバルナックのライカとか、はいえー、ニコンの FF2F3 あたりの製品とかデジタルっていえば、はい、多分ね一番新しいので XPROPRO1、うん、もう12年 十、そうですね、二千十二年ですから。12年。十二ぐらいですね。はい。いまだ現役で、問題ないですか?。全然会長です。はい。よかったです。はい。プロ版を手にされた時っていうのは、どういう理由だったんですか?。いや、もう、あの。わかんないです。理由、理由ない、ないですよ。まあ、あれが出て、プロ版が出てきたら、もう欲しいって、そ、それだけ。あまり、あの。こうだから、こうだからっていう、なんか。 本当はね理由は多分あげれば出てくると思うんですけど、はいまあんまり、あ、能で考えるカメラじゃないんですよねこの <laughs> <laughs> シリーズはね <laughs> <laughs> 直感というかうわっ欲しいみたいなそんな感じで買ったのがプロワンですねはいやっぱりあれはいいいいカメラ本当にあに質感もいいですし使っててねやっぱ楽しいですね、うん、ありがとうございます、うん、上野さんはいかがですか僕はやっぱあの 普段から結構写真はすごい撮るので、レンズのこだわりはどっちかというと、もう最近はやっぱ写りになってきますね。先ほどもらいお話しさせていただいたように。まあシャープだったらいいとは全く思っていないので、なんかこうそのやっぱりなんていうんでしょうね。レンズってすごくやっぱ不思議というか面白くて感覚であ。この写り好きっていうのが。 あるんですよねどんなにカタログで MTF 曲線を見せられようが作家さんがすごい写真をそれで撮ってこようが自分でファインダーを覗いて撮って出てきた絵にうわって思わないといやこのレンズ何でこんなみんな高く評価するのかなっていうのが自分にとっては合っちゃったりするじゃないですか。すごい自分が使っててそのたび被写体と自分の距離感での,その画角のなんていうかなちょうど良さみたいないろんな要素が入ってきてこれっていうふうに。 結果的にそういう撮りたいものと写りと自分の感覚の相性これがもうレンズに対する最大のこだわりですかねどこのメーカーが好きだったりしますか昔にあったメーカーとか今ある既存メーカーでもあんですけど僕はもう圧倒的にシカコンタックスですね私もシカコンタックスヤシカコンタックス,、ね、い,クスいい写りですよねいい写りですね <laughs> あのあの今でも忘れないですよ 50mmF1.4 のプラナーで 初めて撮った時にまあ周りが一部でこうコンタックスコンタックスツアイスツアイスって言ってそれまでは私はどっちかというとまあ国産のメーカーをずっと使ってきたんで、はい、コンタックスがなんぼろもんじゃいぐらいな感じで <laughs> ルーペでパッて覗いた瞬間にうわっって言っちゃいましたからね <laughs>、うん、それはやっぱ色も違ったし何ていう立体感というか写りも違ったしなんか考え方が違うんだなって。 思って決してシャープではなかったですけどっていうのがあったんでやっぱりそれもさっき話したことと一緒ですよね感覚、うん、確かにそうですよね,ね私もコンタックスはまだ 60mm の28かなはい、はい、マクロ C の方ですかそうあの2分えっ、ー、とハーフマクロ,マクロ、はい、あれを初めて使った時にびっくりしました、うん ああれれキキじゃないですかあれと思って思その頃っでまだ私入社したばかりぐらいの時であまりこうカメラのことをしっかりはかんなくてレンズって何でこんなにち違いがあるんだろうっ、まあ、我私あの入社した時ってカメラにあまりその経験ないまま入社したので。 そこから覚えてる中で、いや、大きいレンズ、小さいレンズ、いろいろあるけど、何が違うんだろうと思って、取り比べをこう、週末やってたんですよね。ヤシカコンタックス、じゃあ、いよいよ使おうかと思って、使ってみたら、いや、違うんですよ。びっくりしちゃって。レンズってこういう違いがあるんだっていうのを、そのレンズで私初めて気づいたとですね。 いまだに MTF がどんな性能なのかなんて全然記憶にはないんですけど <laughs> 撮った写真はなんかやっぱりね、うん、あの記憶の中にすごい残ってるので感覚ですよね数字や何やかんやは、まあ、メーカーが発信はするけども、うん、それ全てじゃないので、うん、あくまでも情報の一つとして理解してもらってもう本当に体験して、ね、撮っていたくいたその感想っていうのが一番の正しい評価だと思うんで。うん 本当にそういう感じでね、皆さんも選んでもらえればね自分さえ良きゃいいんですよ、ねはい、そうなんですよ言ってみればそうなんですよ、ね、<laughs> だって自分のために撮ってるからそうなんですよ、はい、ここからちょっと普段聞きづらいような質問をさせていただければなと思います <laughs> あの個人的な感想でもちろん結構なんですけれどお互いのブランドにプロダクツとかに関してどういう印象を持ちですかまずエ X マウントシリーズをまあベースにあの。 お話しますとやっぱりね他の、えー、メーカーさんとはちょっと考え方が違うなっていうのがあのもうその一言に尽きると思うんですけど、はい、富士山の考えてる、えーまあ、今の X シリーズって撮像素子がフィルムからデジタルに変わっただけでその他のプロセスって何も変わってないんだよみたいな姿勢をお持ちなんじゃないかなっていう、はい、なんかそんな印象を持ちます。はい、でその理由って何かっていうと色のシミュレーションですよね。 フィルムシミュレーションがかなり充実してて、えー、富士山の製品って撮ったらもう8割方も完成。あとはその明暗とかちょっと調整すればもう作品になっちゃうよみたいなところをもうすで,すでにカメラであの実装してやられてると。そのフィルムシミュレーションも派手さをあまりこう求めるわけではなくて、こういうスタイルに仕上げると作品だよねみたいなところの 領域ってあの富士山持ってるような気がするんですけど、そこら辺をうまく使ってフィルムのシミュレーションシミュレートしました撮影しましたもうほぼ完成当然あの老から作品を仕上げていくっていう方法もあのいいと思うんですけどもどっちらかというと私も趣味であの写真を撮ってる方とすればすべてを老であの仕上げていくって結構つらいと思うんですよねでそういった中で富士山ってやっぱりそれをもう 見抜いてる。うん、いやいや、もう作品ってこういうもんでしょうん。フィルム取りもそうだったよね。はい、同じものを上野さんどうおっしゃるかわかんないけど、僕らそういうものを。ね、あのフィルムと、何ら変わらないんですよっていう商品を提供してるんですよみたいなメッセージをね、なんか商品から感じる。なっていうふうに思ってますね。そういった真のある。あ考え方を持ってる会社なのかなっていうふうに、私はちょっと個人的には感じますね。僕がコシナさんを初めて意識したのって。 交換レンズでレンズ側にオートフォーカスの即居センサーがついてるやつありましたよね。ありましたね。ボディは全然関係なくてレンズに全てのオートフォーカス機能がついててそこで外部測距して合わせるっていうなんてとんでもないことをやる会社なんだっていうのが最初の。 僕の多分「コシナ」っていう会社名を知ったのは多分それです非常にそとんがったところを実はやられているで一方ですごいこうベーシックなところっていうかコンベンショナルな、まあ、それこそライカ・マウントもそうですしあのそういうところをやられているんであの振り幅がめっちゃ広い会社っていうのが僕にとってのコシナさんの一番のイメージですね。うんで そして何て言ってもそのやっぱり趣味の世界を分かってらっしゃるかなっていうところ、うん、あの皆さん写真好きが多いですし公式にいろいろと一緒なお仕事をプロジェクトをさせていただいたりもあるので、はい、そういういのを感じますね、うん、もしそのお二人で結構なんですけれどこういう商品を2人で作ってみたい僕とダーとフジフィルムでこういうことができたら面白いなっていうのなどはあったりしますでしょうか ああなるほどね。はい。例えば、プロシリーズか、えー、E シリーズ、ここら辺のカメラをなんかフォクトレンダーモデルで作って、もうマニュアル専用。A 風、うん、なし。その代わり、あの、フィルムシミュレーションいっぱい入れて。で、もうユーザーインターフェースも簡素化して。うん、それはですね、<で>動画は撮れないんですね。もう動画撮れない。<laughs> <laughs> もうスチルのみ。で、そういうもう、 まあ機能限定っていうとあれですけど、まあ、そういう,もうマニュアルに特化したなんかそういうまあレンジファインダータイプってちょっとくくっちゃっていいのがあれなんですけどそういったカメラができたら面白いなっていう、まあ、そこにねこういったレンズつけられたりとかしたらちょっと燃えるんじゃないかなと思ってちょっとそれはねやっぱりどうしても近い発想にはなりますけど。 多分僕の方がもう一ンク実現性が難しいのかまあ,あの以前小品さんがやられてた某長野県の精密機械メーカーにボディを提供してメカニカルレンジファインダー手巻きデジタルカメラっていうのをやってたと思うんですよね。どうせやるならそのレベルっていう気はしますね。<laughs> 画素数は、まあ、メカニカルレンジファインダーになってくるとなかなか高画素に合わせるっていうのはまあその,の精度とかね有効基線長のところでもしかしたら今の4000万画素とかは難しいかもしれないですけど24002600でもいいのでメカニカルレンジファインダーでシャッターチャージは手巻きで自分でリズムを作りながらスナップをしていくみたいな。ななななんならレンズ交換できなくててもいいかなって 思ったりもしながら、そういう本当にストイックなデジタルカメラっていうのが一緒にできると、まあそれは夢ですけど、うんえー、あのきっと楽しいんだろうなっていう気はしますね。うん、ぜひじゃ今度今回はこのレンズできたので、<laughs> じゃあ次佐藤さんとうんさんやりたいカメラをぜひ。 カメラコラボでやりたいない <laughs> カメラ入るとハードル高いっす、ね、<laughs> 皆様からもねコメントをいただければ後押しになりますので <laughs> ぜひコメントもお待ちしております <laughs> ここまで皆様最後までご覧いただきありがとうございます今回ですねマップカメラ YouTube チャンネルご覧の皆様にですね佐藤様上野様から何かメッセージがあれば最後いただければなと思いますご視聴いただきありがとうございますこういった対談をあの皆さんに見ていただいてぜひ興味持っていただければ一番 いいかなと嬉しいなと思ってます。興味を持っていただいたら、あのマップカメラさんのホームページで予約をポチッと押していただくとあの嬉しいです。でもしあの買えなかったら通常モデルもありますんで <laughs> あのそちらをポチッとしてくれればあのこっちが喜びますんでぜひともご検討いただければと思ってます。ご視聴ありがとうございます。本日はですねお呼びいただきあのありがとうございました。あの久しぶりにマップカメラさんの YouTube でお話をさせていただきましてもう。 商品企画を引退してかれこれ3年になるんですけど呼んでいただけるっていうのは大変ありがたいことかなというふうに思ってます視聴されている皆さんにはですね是非、まあまあ、我々 X シリーズ X マウントボディを使ってですねあの写真をまあとにかく楽しんでいただければいいかなとこれから先その映像を作るクリエイトするっていう手段が例えばカメラがなくてもできる時代皆さんご存じの通り生成 AI とかいろんなのが出てきている中でそれでも写真ってなくならないなとなくなってほしくないなというふうに思います 思ってますでそこはどれだけそのカメラとレンズを使って、えー、撮影体験を楽しくするかっていうところがですねすごい大事でこればっかりはどんなものが出てきてもその撮影体験の楽しさっていうのはあの変えられないものかなというふうに思いますので、まあ、フジフィルムとしてもですねあの今の商品企画チームそして開発チームがですね楽しさというか持つ喜び、えー、そしてまあきれいな 絵です、ね、写真ですすねね写真これを提供できるカメラレンズっていうのを、まあ、鋭意開発していくというふうに思いますので是で非、ね、期待していただきながら是非写真を楽しむということをやっていただければなというふうに思っておりますんで、はい、引き続きよろしくお願いいたします。 皆様のおかげで、カメラ専門店マップカメラですね、30周年を迎えることができました。日々ですね、マップカメラの EC サイトでご購入いただいている全国のお客様であったり、店舗に足を運んでいただいたり、メッセージなどでですね、温かいお言葉をいただける皆様のおかげ方を存じます。本当にありがとうございます。これからですね、様々な比較もやっていきたいと思いますので、からのご愛顧をよろしくお願いいたします。マップカメラ YouTube チャンネルご覧の皆様も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。